大きな手がかり、夢の旧作。村長さんのところの米蔵から白米を4俵盗んでいったものがある。あくる朝早く、駐在のおまわりさんが来て調べたら、俵を積んでいったらしい車の輪の跡が雨上がりの土にはっきりついていた。その跡をつけてゆくと、町へ出る途中のとある村外れの一軒家の軒下に、その米俵を積んだ車が置いてあった。その横の縁台の上に、ほうかぶりをした男が大の字になってぐうぐうといびきをかいていた。ひっとらえてみると、それはその界隈でもてあまし者のバクチ打ちであった。バクチ打ちは盗んだ米を町へ売りに行く途中、久しぶりに体を使ってくたびれたので、ちょっとのつもりで休んだのが思わず寝過ごしたのであった。腰縄を打たれたまま車を引っ張ってゆく男の後ろ姿を見送った人々はため息して言った。悪いことはできんなあ。